というわけで、やっていきますか。みんな頑張るね。もう早速だね。うぅあ、ここか俺、勘違いしてた。俺、ここやったこと、一回だけあるわ。一回だけ。しょっぱなさ、真ん中行った方がよかったね。真ん中行って、あの、ボタンを押しに行った方がよかったね。行きますか。間に合うかな。俺、これ、覚えてる、ここ。 やったもん。あのー、メテオさんとかとやった。え通報？ええつ通報？え！ええええー、<笑><笑>はい、えー。はいええでした。ええ早い早い。えっと。さんが死んでいる。浮き丸です。はいはいい。えっと、はい、左下なんだっけごめんなさいちょっとマップの名前まだ覚えてないんですけど。マップ開けないんだがえっと左下のキッチンかなあたりでえー、っとリスポンして。マップ開けんなんだこれ。 あはいそうですね。もうペ開けないですね。で、あのあ開けないや。左上からあのボタンを押しに行った方がいいなと思って最初キるクールタイム確かどのコーナーとかあったと思ってああうで,うで上に行こうと思って左上から真ん中のなんか T 字路みたいなところですけどそこでえっとミドルさんとすれ違って上行ったらカジテさんが死んでました。やってんじゃん。おやおや。 ひと一つですかスれ違ったのエンジンルームですよね。エン,エンジンルームあたりですね。はい、僕、右でベホヤマさんとナルオさんと一緒にシャワー浴びて。ベホヤマさんみたいな。にヘホヤマさん。さんナルオさんとシャワー浴びて、それで左行ってるんで、僕、上行ってないんですよ。ああ、なるほど。ってことは変身してる可能性があるってことですね。 い変身してるもずなんだ。いや、そのミドルはた分本当のミドル。でも上に上から下に行ってないと。殺して変身できるのかそっかそっかそっかそか。ああ、なるほど。なるほど。右から左だけで、上から左じゃないってことですね。そっか。右からメインホールから、なるほど。アドメイに行ってるんであって、宿舎前には入ってないすよなるほど。じゃあ、ちょっ確かに確かに確かに。このマップ初めてやるんで、ちょっと探り探りなんで、ちょっと変な動きするかもしれないですけど。ああ、じゃあ、ケースケさん、どうや バイタル見たとき、誰も死んでなかったですよ。俺、ちなみに、再エン科学者です。いつ頃か。いや、もう、のっけに見たんですよ。バイタルを確認するみたいなのっけに見たから、ちょっと、超最初の方ですけど、最初、これ、誰かと一緒にいたんだよな。

ミノルさんだけかなごめんなさい。違う、をうしいました票京けキしました。これ、はこれやり直しですかどうしますいや、そしますいいですすけどませんまず l l s 早すぎるタイミングだし、やり直しですかじゃあ、今、インポスターのこ釣って終わりにします、先に。あ、どうしますかあ誰ですか誰誰あ、俺だ。 何がおるか今、チェミンダリアが欲しい。確かに、ムニん。あら俺か。今ちなみに誰が殺してたわうわかわう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 わわうわうわううわ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 ううわ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 う 手が生えたんだな、こいつ。前、手なかったけど。どうすね。うん、どこだ、これ。え、これじゃあ、もう一回ボタンを押しにちょっと手ですよね。いいよねはい。あ、あ願いします。ちなみに、この、えっ、ー、と、このマップのなんか投下画像を持ってる方、いらっしゃいますかないっすね。ななーあ、ないっすねー。あった方がいか。すごいの、配信載せながらやるはあった方がわかりやすいかな。確かに、確かに。段取り悪かったなー。なすいません、貼っとけおきまった。 あいいすいません誰か今持ってる人いるトーカーがそれをえっと、ムーニーマンさんすよね。そうですよね。本当誰か嘘ついてる ムーニーマンにやられたムーニーマンにうわ出てきた復ーしがよ復してやるかありがとう申し訳ない落ちてあいや落ちるのはしょうがないですよ連続で落ちるたらまじでやだな確かにいやでもねこれみのりさんが落ちたことによって次の落ちてもそんなにあのダメージないから どうすね大一時第一犠牲者になってくれたからむしろ一回プレイでもな。はい、そこでどこもう一度プレイ。レビュー時間レビューレベルセにやったら。はい、こん違う。何これ、開始って。あ、僕が何か権限ついたのかこれ。ミドルさんじゃなくて。じゃあ、もうちょっと。 待ってきますねえ、うん、ちょっとマウスが効かなくなったんで少し時間もらいますこういうことか。あ全然大丈夫ですさ、ね、あ、はい、うう誰がインポスターになるのか落ちんなよ落ちんなよいやークルーだ、まあ、クルーの方がでも案外<あ>安全ちゃ安全かもしれないねえーとこれどこに行けばいいんだ貨物アーカイブメインホールだなメインホールそこ行ってそっこ押そう 知識ある分ぐらいはね、頑張りたいよね。えにくいにはなりたくないね。ナイスこれしかルール知らないんですけど、とりあえず、なんかさっき言ったやつですね、はい、キルクールタイムの。 とりあえず殺される前に帰よそうですね。はい。これぐらいしかないんで、知識が。もうこれさっさと流しでいいんですか流しでいいんああ、そう。怪しいのがなければ。何もなければ。う了解です。今んとこ何もないですね。一応、最初、カジテツさんとほぼ同じとこにいて、最後、なぜか金庫室の方に歩いていったから、一緒に行かなかったなっていう、なんか寂しかったですね。一緒に行ってく嫌われてるのかもしれない。あなるほど。 ちょっとあとの怖かったっていうのはあるけどああなるほど怖かった最初は最初はね確かに怖い怖い,しい怖い怖い怖い、うん、まあせっかくだから少しでも競ってやある部分をどんどんこうね出していかないとねさてどこ行こうかな宿舎前通またガ実で通知したか一緒になりやすいな これ刺されたら逆に面白いけどね。たまたま一緒なんよな。俺でもないんだよな、特に。妨害された。通信妨害

あすめちゃめちゃ浮いてるんで、ちょっとじゃあ先に言わせてもらっていいですか貨物室からトイレの前通ってシャワールームで一度も誰に待ってません。はいはいはい。そこ誰も行ってないですか俺ちょっとマップを見ながら多分メインホール周辺うろうろしちゃってたんですよね。メインホールね。ちょっとマップがまだ分かんない。これ、ミノルさんと一緒にななんんかどこだ通信室、あの通信室いましたよね。 さん誰かと言いました僕はずっと浮丸さんと一緒にいてでこれ多分この短い時間だと多分ダブル切るダブルじゃないかもしれないですけど。 一人だけでした、<あ>みたいの。多分ね、浮丸さんは無理じゃないかなと、ね。無理です。はい、私と解説。解説さん見、見ました。いたしたずず。ずっと張り付いてました。完全にずっといたんで。解説さん、じゃあ、多分、隠しろから。隠しろです。まあ、浮丸と解説は、うんうん、今回に関して、隠しろでいいと思います。それぐらいなレベルです。たはい、多分無だ、ね、無理じゃない。無理。浮丸さん、入ってた、負てたんですよ。<laughs> 通信室前でカジテツさんがアレックんを殺したんですよ。ああ、絶対違いますね。絶対違います。ああ、それなら確かに。カジテツさんはもう、ほぼほぼ白いから。白ですね。で、ミノラさんも一緒にいたし、うキマル君はどうですか私がカジテツさんとずっとしていたんで、私も白でいいかなとだの私は無理だと思いますね。ああ。じゃだケイセさん、ニマさん。ミニマさん。メインホールの周辺にいたから、誰もりにいなかったよ。 海はだからの通信室でみだえみのるさんとアレクさんかな違うなろうさもたから音があると言いそっか確かがだなそう直してんなってのを見てその後下に行ってセキュリティらへんまで行きましたね。あれじゃうっていうのケイスケさんじゃあファンハン m 徹さんもそうだよ今な俺に行今一人で動いたのが夢としさんとケイスケさん とムニマンさんになるのかでじゃあ、ムニマまさんを先に行ったと見せて変身してやるってのは可能だったんじゃないのまあ、可能っちゃ可能か、そうですね。うん、っていうか、全然疑い位置なのでは。まあまあまあ、そうなりますね、確かに。誰かと一緒に行動したいな。で、決てなんですか入れとくわ、俺。

俺今さらっと圭介さんに入れちゃったけどでもなんか割と合いそうな雰囲気あったよね。何こ,、ね、<laughs> この距離感。俺と成尾さんの距離感がすごい。 タスク何もやりたいんだよなこっち行きたいのあでもこっちもあるよ俺タスクタスクやろうこれ M 年さんになってるあれあいたいたいたいや照明やべえな おーさん俺、浮丸さんともう一人誰かといたな。俺の多分、エメトシさんですね、最後たのは。エメトシさんだ、はい、メインホールったりですよね。そうねあ,あそ,うそうそうそう。ケイゼさんは軍師実さんとすれ違って、えー、メインホールからシャワー室の方に歩いてったの俺。 ミュートだった。えケイスケさんは絶対無理ですね。多分あ無理なんですよ <laughs> これを。<の>はい。あ、そうなると、もう、エムとしさんか、ムーニーマンさんかで考える。ムーニーマンさん行ってないよね、まだ。俺<れ>行ってないっていのは何ですか場所とか。場所、今は、細胞付近だと、エンジンルームで確か、うきまるさん、ナルオさんかなあ、一回すれ違いました、確かに。そうでっあ,あって、そのまま僕はメインの方に行きましたね。そこまで見てはないかな えっと、メインホールに行ったのは、私とナルオ、あの、浮丸とナルオなんで。あれ、多分、す<え>れ違う。俺もいましたよ。追い越して行きましたけど、ムーニーマンが。ムーニマン、追い越しました。ムニマンさん、追い越し二人いるなーってのを見て。エンジンルームから上の方に行ったのっぽかったんですよね、見たのは。いや右右行ってます、右行ってますよ、右行ってますよ。あら分かんない、じゃあ分かります、あ、よ、まあ。置いてって形で。エンジンルーム上行ってたら、くせえぞ。ナルオさん覚えてます ん？どどれですか？えっとムニマンさんがどっち行ったかとか覚えてます？いやちょっとも覚えてないです。下にどこって言ってましたっけ？そっか俺下の日行ってねえのああそうですよね。どこなんだよ。チンコ室であの俺アドミン見たときにケ介さんと二人で行ってアドミン見た時にチンコ室二人だったから。ケイスケさんどこよ？ なんで俺は怪しいと思うな。エンジンルーム4人いたら誰ですかちなみに。エンジンルームが浮丸、鳴尾、あとは。で、M とシムニマンなんじゃないですかね。とムニマンじゃないですか話的に。ケズなんで一人じゃないですかえ、だから、軍師ミノさんとすれ違って、その直後だよ。なんか、通報があったの。して行ったんでしょう行っちゃったんじゃないの成尾さんなんかレベルが2に上がってない 違うリアルタイムだからやばいそんなリアルタイムキルボーナス入ったらパチンコで釣らないとね終わるんですよそれでボーナス。すげえふわっとしてるし出所のなんか情報出てくるの遅かったんでムリマさんでいいかなと思うんですけどえっごめんなきょ釣らないと終わっちゃう日だから エムトシさんもグレーですからね。<S S らグレーすぎる。キルポー入んねやべえな。キルポー入んねやばくね。ちょっと俺貨物あたり行かないとやばいかも。右側行っとこうか。早っ照明修理しないためのショップだから。これやばいな。照明どこにあるかわかんない。いや、覚えてる俺。これだ。下にね。 コメントみんな読めなくてごめんな確かね下行くんよこれ下行くと照明直すとこあるんあ直った直ったっぽいなで全然ねタスクが終わってんのまたやばいよねこれさ幽霊の方々はさちゃんとやってんのかなタスクタスク見えないようになってる時あるんだよねたまに、ね、これ おお、なるほどね。通信が妨害された。やっぱ通信どこにあるかわかんないや。いや、エムトシさんと一緒に行ってもよかったけど、エムトシさんちょっとグレーだから、で、ね、覚えてないっすケースケさんが直してる。おお。 うわー、まあ。ゲームセットしてないんで、うん、僕めっちゃ白くないですか白い,白,い白い、白い、白い。エムトさん白いわ。確かに私も結構エとしさんすれ違う時あったんですけど、秋きれもあったんですけど、キルされサルいですねて。てかまあ、あの、あそこまで露骨にウーニーマンを釣りに行くやつ絶対黒黒じゃないし、うん。あと、まあ。どういうことはい。今も、誰,今誰もすれ違わなかったな。 最後、あのケスケさんがえっと直そうとしてましたね。一応、あのタスクを。はい。ところは見てました。最後だけ見ました。ああののラジオみたいなのが流れるやつで、なんだかよくわかんなかった、今。あれよくわかんないですよね。わーわーとかですかそうそうそう。あれ、八を一番聞こえるところで直すの。最後そうっぽい。わかんないけど、雰囲気的に。それっぽいこと言うじゃん。ハ 直しとんのやこっちは。ちゃんとずっとバチバチだ。スキップしちゃっていいですか？ただあえスキ、わかんねえんですよね。そうですね。まあて切れなかったことは。俺もちょっと白いでしょ。ミノさんそうですね。ミノさんにポスターあったら初手の電気なんか直さないでやりに来る気もする。まあそれもそうだし。俺も今直してたし。じゃパスしましょうとりあえず。とりあえず よしふぃ怖いねいや生き残ってると嬉しいね喋れるのいいな喋れるって最高本当に喋れるって最高ですよキッチン側かなどこだクエストわってのクエストミッションいやありがてえ生き残らせてんのうんこれ上か本当とに先どこ行ったな M 年さんが安全なんであれば近くにいっといた方が生き残れる極力は生き残るってことが大事でなんでこれ生き残りたいよねこの辺全部なんでこの扉閉まってんだこっち側何かあんのかストーカー丸いいんだよ権力に従っとけ <laughs> 近くにいるのが正義なんだよ分かるか 安全な人の権力に。え、なんか開かんないんだけど、これ。これしようなこれうあこういうことあ、なるほどね。なんか開かんないなと思ってたけど。あ、そういうことね。これ、なんか全然開かんないなと思って。いや、わかんなくて。あなるほどね。え、難しい、これ。あー、よしよしよし,し。いいよ。ありがとう、教えてくれて。これは、まあ、教えてもらってもいいやつでしょう。犯人が誰だねとか言わなきゃけね。 怖いから、ここさす、なに、これ。一ゼロ一マル九。チェック。うわ、いや。こういうことですよ。タスクね、全然終わったんや、マジで。幽霊の方々、終わんないってやばくない。幽霊の方々やったら、もっと進んでるはずなんだよなシューっと。これ右行く。右ある。いや、ないな。ラウンジ一個あるな。え、どっから、え。 M さんどっから出てきたのこれ。ええ <laughs> ちょっと待って。え ?M さんどうやって出てきたのこれ。えボタンを押したいこれ今 M 歳さんでしょ絶対 !M としさんだよ、これこれ絶対 M としさんだって。あ、いた最初からいたほんとにいた ついいた？本当に？みんな嘘ついてない？本当にいた？俺見てなかった。上から出てきてびっくりしたんだけど、上にいた？最初から？え、全然気づかなかった。ああよかった。じゃあじゃあ、危ね。俺なんか普通にえ、ムとしたらなんで上にいたんですか。さっきいなかったのにつって。言うところあった。危ない危ない危ない。シコ天使が誰かを守りました。エクストリームは全滅。人<が>今少なくなってきた。<laughs> どこなんだろうあれ。<laughs> 誰だよこれ。 でしょんだよセキュリティルームかなそこで死んでたんですよ。カメラのとこですかああ、いや、えっと、どこなんだろうとカメラっぽいですね。ああ、そうですね。俺、アーカイブあたりにいたんだよな、多分。ん。こでポツンと死んでましたわ。これ、とりあえず私、殺してそれはあ 浮き丸と違う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 近くにいて切れなくて多分鳴尾さんか圭介さん目線なんですよ私からすると浮き丸か浮き丸目線だと圭介さんか鳴尾さんになってま,す、ね、まあ俺もそうですねそうですよねえ俺死んでもいいですけど、うん、ケースケさん密伝しますよ俺俺つってもいいですよいやもうどっちかが死んで、うん、どっちかが生き残る状態ですねあーじゃあケースが死のうよ

ウキマル君も。絶対に俺に頼める証明があるから。ケースさんはちゃんと白証明してくれないと俺このまま行ったらケースケさんに入れますよ。ですよね。だって俺ずっと誰かと一緒に行ったんですよ。城証明って言ってくれい。やだから人探してんだけど誰もいねえんだ。こんなわけないだろ。これマップ広くない広いっすね。広いで。アーカイブあたりにいたと思うよ俺。出ないですよね、そっち。いやまじ信じろ。ああ、いいよ、浮キマル君。いいよ。 俺いい子以外かそうしちゃう浮き回るとやっちゃう俺はね、俺らもう市長が小学生と一緒だよ。俺がやってほしいケースキさんと言ってももう一回すぐボタン押しに行けば m 鉄3ボタンまだ残ってますよね確かありますねすぐボタン押しに行けば通れました気前くほらねこういうことだよ怖い俺だよとか言ってでもケースキさん投票入れてくれたの知ってんすよね俺 れあ、そそそううう。俺が浮丸君も投票したのに二票入れたよ。いや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 。い。ケースケさん、ビジョンによるゲーしに行ったとき、ガンダムやりたんですけど、ガンダム埋まってたんですよね。これは重罪ですよね、私は。重罪ですよね。ガンダムやりに行ってんのにガンダムできないのは。さすがに、またビジョン開くから今度。ちょっと疲れ。

俺なるふくに消されたと思ったらやっぱ違ったんかへぼやまさんは気づいてなかったんだ誰かいやそうですねだからなるふくに付け回してなるふくすれ違う人を守ってたんですよずっとああそうだね来ねえなと思ってでも一生仕事してっからえなんだこの人小賢しいこの芝居と思ってどういうことだと思ったら違ったで俺その戦法ができるのかなるほど。変身して二人以上まとまってるとこを探してたんだけど誰もいなくて ああそれ強いね変身して殺すのねごちゃごちゃごちゃごだかに見られてる状態で殺したかったんだなるほどなるほどそれちょっとんか面白そうだね確かにねえ役所があった方が面白いと思いますね面白そうだねんなるほど次いっちゃいましょうよいきますかお願いしますお願いしますお願いします いやー、最後まで喋れて嬉しいねー。おー、<laughs> おあおーいこれやべえぞこれやべえぞこれやばいぞケいスケさん一応ミュートで。あ、ごめんなさい。これやべえぞ。それ白しょ白証明しに行こうぜ。アレクト浮丸ってやばいな。 はいあれだすこれインポスター相当ざいですよこれは。これを特にこョコチョコ入されるときれいなんか浮きまるさんのパクリ感あるよねこれね。あれみんなでしょこんなのあれなるほど。えレベルさんになってる。 あれ<前>キルした関係ないっすよ <laughs> 関係ない <laughs> これ誰キルすればいいんだろうなこれどこ行くどこにさあれがあるかわかんないんだよね俺んだこれ圭介さんキルしたくねえなー 通信が妨害された結構タスクが進むの遅いからなんかゆっくりでもいいのかなってあどれぐらいの時間返信できるのかもうちょっと見ておきたいよね。 逃げられた俺ちょっと今怪しいって思われて逃げられたせつないこれ照明を修理するいいね照明どこにあるんだろうこれ返信しとくルさんでしょおおこれ解けるのかな返信解除って言われるとこれないあなるほどね これどっかキルしないとやばいよそろそろ。へこぞさんごめん。ごめん。ごめんよ。あ、変身時間あるんだ。あ、あ、あははは。やべえ。やべえ、これやばい。これやばい。通報されたらやばい。やべえ、見つかった。<laughs> なんとか。 はいみなさん、はいみなさん、はい皆さん。はい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 。しい。は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 い。どい。はい。はい。どい。はい。うい。は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 い。たい。は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 い。い。は 俺に変身してなっていやた、ま。あ、卵にポイってなって出てきた。あそんな卵にあ、そうなんですね。へえ<ー>そういう。うううじゃあ、ミノルさんが変身した。いや変身で両方とも同じエフェクトなんですよ、確か。はい。そうすね、だから俺が勝ちですってことですか<ー>え、僕え、たに戻っ,戻ったって言いませんでした、ケイスケさんは。えっと、今どっちになったんだっけな軍師ミノルさんになったのかなああえっと、ケイスケさん、あのえっとミノルさんが。 みさんと僕、どっちかが変身して、どっちか解除なんですね。はい。ああ、わかりました、わかりました。あじゃあ、もう僕は、わかりました。どっちも待って。ど,っちもどこにいたかですよね、2>, 2人は。ちなみに僕は、えっと、え診察室で、え,ね、えっと、ヘボヤマさんが死んでるの見つけて、あのー、報告するか、なんかちょっと探しに行くかどうしようかなと思って、ミーティングに向かう最中に、えっと、あれ、どこだラウンジ。 カラーカイブかなあたりで死んでましたね。あの、昔は最初に。なるほど。なるから KK さんの話が本当だったら、もうミノルさん確定なんで。軍師ミノルキッチン周りに、で、ムーニーマンとか、イムトシをチラチラ。アレクサもいたからやいました。そうっすね。見えました。その後、シュクシャローラへ行ってませんでした。その後、通信室の右上のダウンロードやってました。ダウンロードじゃねえか。ヒミヒッカゲです。 ちょっと待ってください。あのもうその変身して追っかけられてるところがね、ちょっと緊張しちゃって、軍師実るさんが誰かに変身した気がするな。あ、僕、ラウンジとアーカイブの間え,えっと、科学者なんですよね。バイタルをちらちら見てて、はいはいはい。で、結構短い間にバイタル2回見て、もうわ死んでるってなったことで通報だったんですよ。お、うん、なんで、 バイタルで死んでるのを確認してからラ,ラウンジとアーカイブの間まで行く時間がギリギリあんのかな全然余裕であ、ると思いますあそうなんですね。俺もちょ,、ね、ちょっと助けやってたんで、そこまで自信ないんですけど。あ僕はあの診察室からおったんだから、直近で死んだのかもしれないですけど、<laughs> いつ死んだかちょっとわかんないんですけど、ま,まだ確定じゃないってことで、あれですかねグレーだっんで、はい、とりあえず次行きますか。<laughs> はい 俺、白くなんでいいかなぁ。みどろさん、あぶねぇ <laughs> <laughs> ありがとうやめてあんな風なんだね。勝手に解除されるんだね。びっくりしたありがとう、ケイスケさんえ、でも多分コメなんでチャット欄でバレてると思うんだよね。多分チャット欄で言ってる気がする。から、ちょっとしばらくおとなしくしよう。やべぇ。あぶねぇ。 これサボターチ使えばよかったんだ。あ、使えないんだ。あ、いけないんだ。<laughs> <laughs> いけないんだ。いけない。いいけないちょっと上行こう、一緒にじゃあ。おそ、おそ、一回おそう。一回押しちゃうこれ。遅延しよう遅延。いいですね。はい、はい、ちょっと照明とあれがあったんで。<れ>で、一応、私と。 もう一人誰かなんかチラチラ少しちょいちょい見え,て見えてたんですけど。あ、僕ですね、カズ、ね、あ、カズさんが一緒にいて、なんかし、下から、えっとエンジンルームから、昇降機側で、なんか、行けるのかなと思ったら、行けなくて、そうですねそんな感じでした、ねで。で、ちょっと危ないなと思って、一応、ミーティングルームでボタンを押した感じです。なるほど。はい、さっき自分はしゃべってなかったんですけど、まあ、アレクです。はい、さっき、あの、ちょっと。 最初に1試合前に初動休されて怖くてあの皆さんと一緒にいました、ずっと。なるほど。<laughs> ああ、いました、ね、ちょっとうろうろしてました、ね、みんなと一緒に。はい。いま,しいました、いました。って感じでした。さっきのは。<laughs> なんかあの前の会議のあれなんですけど、かじてつさん、はい、なんか前回の最初の方で通信妨害があったときに、はい、なんか通信妨害中なのに武器庫からあっちに。 キッチンのに降りてくるカジテさんとすれ違ったんですよね。はい,はい、はい、なんですげえ近いのに直しに行かないんだろうみたいな疑問があって。ね、あーあの、の<ー>ちょっとめんどくさいんで。そうそう、だっていうのもあって、あ <laughs> さっきの疑いもあったから、だいぶカジテさんあれかな一応確認ですけど、ケースケースさん、あのミノルさんが僕にバケたのを見たってわけじゃないんで、ミノルさんが誰かにバケたん だと思うんすけど、あんっ、てて名前見ないですね僕じゃたぶん。違うと思います。えっと、ちょっと、その、返信して、やばい、この人がインポスターだと思って逃げたんです、俺。そしたら、なんか追っかけられたんで、やっぱ、ちょっと焦っちゃって、みんなのこら辺で追っかけられました確かね、アーカイブ昇降機とか、その辺だったと思うんすよね。 M トスさんって、あれなんですよね。うん、あの、科学者なんですよね。そうですね。で、科学者ってこのルール一人で、まあ、出てくるのかわかんないですけど、今のところ M トスさんだけが CO みたいな感じなんですよね。そうですね。わかりました、わかりました。でもまあ、今のところ白いな。今のところ、うん、まあ、なんか僕を、なんかちょっとこう、僕の方に持ってきてる感があったんですけど、なんかまあ、確かに誰もいないんだったら M、M トスさんはまあ、うん、まあ 今、かじてさんの方に持ってくるのは、かじてさんからしたら、わかる話なんじゃないですか。あの。だって、通信妨害の時に、かじてさんと俺が。ああまあまあうでも、まあ、まあ、それ、それだけでね。まあ、いや、行かない人多いからね。まあ、まあ、あと、まあ、ちょっと、その、死体発見のが、ちょっと気になったなっていう。なるほど、なるほど。大丈夫です。まだ、ちょっと、はっきりしないですね、なんか。ね、あ、そう、ままケケスマートフォン。けいすケさん。けいすけさんなんだよな。さみみろさん、なん、なんで、けいすけさん、僕。いや、俺も。 言っっっててないののに俺って言ったのと僕は見てないですよ。ま、ま、やスキップしてますか。いや、わかんないな。ふぶ危ねえ危なかったよ、みんな怖いよごめんマジ、みんなコメント読めなくて、マジすマ、ま。よろしくお願いしては もうね、こっちに集中したいから、こうやっ全然読めて。目に見えたのは読むけど、いやー、緊張する、ドキドキする。どうしよっかな、なにこれ。これ真ん中のやつなの、これ。答え緑色のやつ。ちょっと、圭介さん、近くにいないようにしよう。これで。<laughs> これ圭キさん殺せって言ってるようなもんじゃん。わ離れよあれ殺してくれるでしょ多分。で反対側のなんか昇降機やらせよう。あクルーメイトに化けれるんだこれ。 結構怖いよな、ね、バケンのなこれどこ行けばいいんだろうとりあえず全部すなんか閉じとくあ危ねえキルするととかった これの、ね、行ったり来たりするのが多分ねなんかね俺こっち行きたいよってアピールしてるからいい感じなんだよこれどういうさどうやっだっけ多分こういうなんか行ったり来たりする気なんだよね照明を修理する おーこれカジセツさんやらないの俺でかいねこれねわざとやってないカジセツさんちょっと証明してもらおうここでねちょっとちゃんとあれがあるからやってるふりしてるあ<ー>殺してるケースキーさん殺しちゃったあ悪くないでもね悪くないねあらーあ<れ><え>はい、えー、ケらスキらら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  いたんすかコックピットで扉開けて入ったらケイスキさんが亡くなってましたね。コックピット亡くなっでここでケイスキさん死んでいっていうことは <laughs> ケイスキさんの遺言的な意味で、ちょっとミノルさんなんかさらに黒くなったんだけど。みえー、でも俺ミノルさん、一緒の場所にいて殺されなかったですよ、全然。 結構離れ、離れ、小島にいて。ミーティングルームの右とかですよね。ああ、そう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 。でも、ここでこうさ、ナルさんが来るだったらやばいなと、思いながらやってて。ね、でも、ああ、そうそうそう。クライミングになるちょっと前、ミノルさんとナルドさんがミーティングルーム上上がってずっとなんか待ってましたけど、あれ、何してたんですかいや、いや、すいにタスクやってたんですよ。タスクやってない。 そこで2人で一緒だったんですよ。ああ、ずっと2人でタスクやつ。なんか、の上がってくる人を殺し待ちではなかったんですよ。違う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 。上がってくる人は。な三か、山みたいな。かわそうですよ。山賊すぎるでしょ。乗ったり下がったり乗ったり下がったりしてね、ミーティー。そうですよね。だから2人上がってみたいな。俺らは、ミノルさんないと思うんですけどね、僕からするとね。 これ、通報してるのも、なんか相当前に死んでるんですよね、これ。ああ<ー>、フィルフではないと思うし。か<の>相当前だとしたら、なおさら、ナルさんとでずっと見てテいたんですよ。まあ、確かに2人、いいう見てです,、ね、す。か3本じゃねえかなって気がするんだけど。なるけど僕はナルさんとミノルさんを離れたら、浮丸さんとうあの会って、最後まで会った。正照明,明けからはいましたね、多分。うん。ずっとあ、えー、っと、これ、すげえ最初の本に言った昇降機の時に死んでるんで。 あーあー、そこら辺でもめっちゃ最初すじゃあもうあれか。わかんないですね。誰かやっといたほがいいんすよね。なことないか。まあんまあ、ここやるとダブルキル盤面になるけど。うん、そうだね。まあでもこのマップ広いんで、そういうこと言ってると、なんか人死んで終わるんですよね。ありえますね。ーいや、ちょっとミノル・ナルオライン怪しいなって思うんですけど。 <laughs> いやー、俺、それ言われたら、かじつたんだな<ー>んなんか、ここで実るなるラインを押してるのがすごいあ僕と M トスさんが、ごい白同士で殴り合ってる感がすごくて、あの僕はム、まあ、トスさん、白だと思ってるんですけど、だなんとか M トスさんの信用を得たいんですけどね、僕は。 いや、ちょっと証言的にもうちょっとなんか、よくわかんないから、風じさせんとこうと。いや、これは、これは、ここで、するのはちょっと。言ってもいいような気もします。ちなみに、きまるさん見てると思うんですけど、暗闇直したら、僕ですよ。あ、まん、そう、直しちゃいました。い、きまるさん。大丈夫か、そこにるだけ。なるほど。ほら。うわ、大丈夫か。これはもう、あれだな。いいんかな。誰かボタンを。 ハハハハありがてえいい流れだーいいっすねミドルさんに化けてあとキルすればいいんだ誰かをミドルさん疑われてるからこっちでも人いなかったらなあれだないないかな おお。はい。ナイスです。ナイスです。すまだわかんないですよね。わかんないですね。わ<私>かっ。違ううまあ、これで負けたら、かじでさんにめっちゃ謝んなきゃいけないということだけ。いや <laughs> <laughs>、ね、<laughs> 俺は、かじでつだと思うけどな。俺は。いや、俺も、そう思うけど、<あ>さっきのこれさだかな ケイスケさんやれたかなっていうのは不安。あもうなんかケイスケさん殺害に関わったかはわかんないけどまあちょっとなんかおかしいかなみたいなねなんかばなんかなんとか誰かつったろうみたいな感じがあったっすよね。そうですね。誰か誰かいっちゃうみたいな。ちなみにミノルって言った時に乗っかまっすぐに乗っかったらムーニーまでということを俺めっちゃ覚えてる。は<ー>怪しくはありましたからしょうがないですそれは。えー、なんか変身みたいな言われて、えー、ちょっとあれでしたね。 ななんどうんだろうって。みんな今はないですよね、むとしさん。あ、むにまだんだ、一応。いやでも、むにまみんなでやってるのは、そんなにそんなわけない。いやなんか残ってる人はみんなフラットかなって感じ。まあ、わかんないですよね。なんでシコるやつが怪しくないわけな。い。それは別に関係ないでしょ。しい。とりあえず行きます。か。

やばい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 やのいやポいやーいやば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 いや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 い いや、それ。これはおかしい、おかしい。これでいく。ミュートにして、なんでしこりな。<laughs> <laughs> 配信中に。よし、いいこれ、もうダブル切れして終わりだからね、これね。いきましょう。あ、ミュウ、ミュウ。あ、木村さんミュートで。あ、はい、はい、はい。やばい、やばい、やばい。俺、ミュートなってなかった、今。 やばいねこれね。これやクないでも漏れてた。ダブルキルしたら終わりだからね。やばくねしかも俺なんかカーソルが反応しない。これこのタイミングで反応しないんだよ。しかもマウスが。 なんかなんで会議が開けてるんだろう、はい。はい、今治った瞬間とか。そうっす、ね、ですね。ドンドンドンとですね。マスがこれでちら今二浪残ってて終わったと思ったんだけど。はい、いや,いやいやい <laughs> 誰と誰と,と思ったんですかそれ。いや誰と誰とかじゃなくて、えさっきムーニーマンさんが死ぬのがやべえだなと思って。俺もぞまさかそれは。 ムトコロさんが言われてたんだと、ね。うんね、今の電気のやつな電気っていうかビリビリ直しました。あの合わせました。あのあのラジオ。ラジオですね。あれどこだっけやってましたね。一応、君は。あれ、ノ、ね、ルさん,さんとウキいがいましたね。3人で。あれで、ね、三人いましたね。いたいたいた。いましたね。イタ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  いましたね両方なしとい。いやもう俺目スアレクサんがキマルさんなんだよな。俺も。<laughs> そうですね。それでアレクサんが直したんだったらもうなんかだいぶキマルさんかなって。俺を外してくれるのミノルさんだって俺結構一緒にいたもんな。えなんか一郎連れてんだとしてはなんか。キマルさんと一緒にあげり合ってるしな。キマルさんしよう。

いや、これね、これボタン折るまで押しないよね。これ俺、ボタン押すわ。押し行くわ。俺、あえてボタン押し行くわ。これ、面白くしなくちゃいけない、俺が。いや、多分気使ってくれてる、これは。やっちまったわ。あのね、ストリームデックがね、反応しなかったんだよね。発言がおかしかったもんな。俺のな。いや、これは気使ってもらってるから、痛いやつだ。痛々しいやつだ、これ。 なんでここはもう潔く行こう。気使ってるやつも。うん。これやってるから自施しよう。ちなみにさっきあの通信聞こえてましたよね。あ俺も使ってるんだ。使ってるんだ俺。<laughs> 押してたは。押してた。た俺ダメだ。押せたわ。押してくんねえかな誰か。これは俺あれだよ。 これ、あれこうしてくんねえかな。やっちゃったな。これ、でも、気遣われちゃうからな。気遣ってるの、痛い。俺、今、心苦しくなっちゃった、今ので。<laughs> あ、殺したんだ。ええ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 全然わからんがった。うまい、えー、いや、先え せ1点いつかあの最後の声聞こえてましたよねうまいね。いや、あに申し訳ございます。あやふやなこと言ってたから、すみません。うきまるさんが軍師みのるさんになってたんだ。そうですね。一番最初そうです。若干、かじてさんに似てる。みのるさんがやられたかなんか、編集。 いやつよっマジでドキドキいやでも全然やりましたしすげえなかったよあの人のルさんが変身あ違うわえー、マジで聞こえてなかったんだそんなことあるえなんで聞こえてなかったんだろうね俺さストーリーブキットがマジでバグっててなぜかミュートになってなかったんだよねよかったーミュートをボタン押して喋りながらもう一回押し連打したのかなじゃあ やっべえち、ね、で怖かった。やべえ。上行かないと。忘れてた。もう上行こう。もう通信妨害されても何でも上行く。いやー、こいつやったってなったよね。や,やらかし俺2回ぐらいあったよね。一番しょっぱな、ね、やらかしと、なったもんね。 もうんで早い早いな早いですね間に合わなかったすいません遠くだったえっとこれ多分死んだ場所わかりますねえっと直前本当に直前でアーカイブにミノルさんいてで僕アーカイブから昇降機行ったんですよははいいで多分5秒ぐらい後に浮丸さんが押してるんで逆に言うと浮丸さんのキルはない はいはいはい。なるほどね,直近ね。もう本当に。いいすうーん。コスケ。ムーニーマン、ナルオ・アレックあたりも通信が変でいったと思うんで、たそうですね、そうですね。なさそうかなと。そうです。ケイスケさんと俺はお互いがっつり二人でいましたんで、私はね、ありがとうごあります。はい。ユトさんは電気室です。一人。一人。 まあ、でも、これで、二人でつじつま合わせてるインポスター同士の。まあ、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 それは無論ありますよ。まあ。そうだね。通信室にあった、いたのが、どなたでしたっけ。通信室、お礼いました。あれ、あれ、食いました。で、す。ムニマンさんといた、最後は。で。通信じゃないけど、ほぼ近くになるおさんもいたの見てますね。あ、じゃ、三人は。無理 可能だと思いますま、ね。変身の可能性もゼロじゃないから。まあまあそうですね。ああ<ー>、これはもう前提で。変身癌。で初手から返信したらキリないですね。まそうそうそう。うん。確かに。頭がこんがらがっちゃうけど。ずっと一緒にいるとかってだけどあれだけど後から合流したと変身の可能性あるんですよね。可能性ありますからね。うん。僕もちょこっとみのさん見たぐらいなんで。わ <laughs> かりません。誰かにずっとついてって変身しないか見てたこに。 返信が解けないかどうか。ああ。ええ、そそれ、それやると、死体を通報してないからとか言って、つられるんですよ。あ、そうね。ああ。なるほど。なるほど。エムズ。今回、その、なんか、初手からいきなりすぐ返信ってあり得るんですか。そこまで時間経ってないと思うんですけど。初手返信って、なんか、近くにいること多そうだから、リスク高そうかなって。変身モーション見られちやろうと思えば、別に。ああ。 あとどうでもいいんですけど、僕はエンジニアです。一応言っときます。エンジニア。言ったところでなんですけど、これ。僕僕エンジニアだからダクト入れるんですよって疑われてる時に言うことの意味のなさやばいです。先に言われなことはやばいで約 CO はした方がいいのかしこれ微妙なところなんですよ。これ通気口を通れる人です。 エンジニアエンジ僕そうです。科学者とかすると所定絶対ぶっ殺されるんでね。科学者はちょっと情報と一緒に行ったがいいです。なろうさんちなみに今回誰に入れたんですか僕次プッシュなんさすよ。ああ。さすがに。さすがに。ありがとうござります。そうですよさすがにね。 どこ行こ行うかなアーカイブ結構画面見えないからないやーよかったもうさっきの聞こえてなかったっていうのが分かっただけでめちゃくちゃよかったよねいや怖いこれ怖い俺ヘボ山さんにやり返されそうな雰囲気あるんだけどおい <S, <S, S ランク配信者がよ とか言ってそうさっきよくも殺してくれたな <laughs> あっっ殺っしぇんやーとか言われて,てもおかしくないからちょっと逃げよう。遠くの遠くの助けからやろう。怖い怖い怖い。マジで怖い。あれねえ,ありえる、ありえるよね。あ風さんだった。 えうきま丸くんと一緒にいましたね。最後はそうです、ね。うき丸と KS、KSK さんでしたね。うん、あそこ、どこだっけえっと、右下の電気室あったりですね。診察室、電気室あったりです、ね。はい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 。俺、あれですね、うん、今、エムトスさんと一緒戻っ、なんか、タスクやっていったらエムトスさんいたみたいな感じだった。エムトスさん、ミュートですね。 あれムあすみません、ミュート解除するのださい。ああ。そんな感じでしよね。そうですね。やっちゃった <laughs> やっとです。あらってないでしょう。っさっきのマヤシシ。いや、マヤシがいてただけでしょう。 それすごいよ !You see, yeah! カジタサやから最初からシンガキってだったら、盛り上がりを考えると、師ンシるのカ鉄卵って殺さないでしょイああ。一般の方が生かすっていう方針でしょ今回はね y e a や yeah.Yes, literally, キしてもらばわけど俺、ヘゴヤマさん絶対最初殺すって言ってたから。あばあやばいやばい。 じゃ違うか。じゃ違いますね。そっが違うな。俺あの貨物室で孤立してましたが殺さないでください。あれ貨物室僕ずっといましたよ。嘘をつかないでください。嘘をつかないでください殺さないでください。本当本当ですよ。本当。鳥山さん。本当本当に。えもうあごめん嘘で最後だけ最後だけ。あ最後なんか浮きさんとはぐれてやべどこっつって探しに行って貨物室に。怖い誰どこえどこって追いかけます。シチューに

違うよ違うよ自分は違てよお願いだからあと一旦だけ言か悔しいな悔しい悔しい悔しい悔つい悔し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 いしい悔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 い

奈良さんと一緒だ。なんかめちゃくちゃシャワー室にすげえピカ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 っていっぱいあんだけどな、これ。なんだこれあめちゃくちゃいっぱい人いるじゃん。あ、これ。おテてれれん。おテてれれん。おっ、てれれれん。おっ、てれれん。おレレお。 どこどこどこナイスなこれここれえどこああほら殺してきたあれッ通報通報最低だへぼボヤマ。うん、てめえめやっぱえ今。あっって言わしめましょう。あっヘボヤマのさすがにひどいな。スししあっって言うん天助さん,ケンスケさんあんたに助けた。 ヘボ山これはカバイダー。い。さあ、すがに。ヘボヤさんはでヘボさんはかさんですかヘボは何ですかヘボヤはヘボヤさんだ何ですか何ですか何ですかんですけど。でんか何です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 かてですか何ですか何でか何でか何ですか何ですか何ですかですかかで いやいや <laughs> 一番最後が直してる途中でしたよヘボヤマさん。こがヘボヤマムーニーマンかな違う違う違う。えだからそのシャワー室で、えっと、だからヘボヤマウキマル KSK なるろっていう4人いて、でムーニーマンもそこにいてっていうくだりがありましたよ。そうです。あったね。はい、でその後初号機になったんで、はい。もう俺が通りすがった瞬間にヘボヤマと死体がもろにかぶってたんですよ。

うん、<laughs> なるほどる。おへぼやまだろ今まで変身だったら分かんないですね。目の前で、ヘボヤマさんが決まるをしゃっ,てやったのは、目の前で見ました。今、ナルオさんがヘボヤマさんに変身してる可能性ありますね。よいたから。あ、まあ、確かにね。マリアさんとこで何をするんですか俺、どこいたっけなんか、洗濯物や。 で洗濯もやってましたよ、洗濯もところ。メイン、うん、そこはいましたね、確かに。メインホールか。からなんかピポピポなったんで、上行って、俺、誰かと一緒にとたんだよな。いも結構ギリギリまでムーニーマンといましたよ。いましたっけムーニーマンさんか。直前、直後ぐらいまで。そうっすよね。うん、それでも、ヘボ<か>すよで、ね。

リアルヘボーだよ、絶対。俺に恨みあるもん、あの人。じゃあ、その情報伝えたかったら、これでもし俺キルされたらヘボーさんですって言っときゃよかったな。恨まれてますって。情報を伝えときゃよかったな。あ、ここでいいんだっけここでいいのか。 なんでーってって、やそうやられててそう、俺がやったからやりやすいですよってことさっき伝えたけたな。いや、忘れてた。明らか。えなんでだよ。えようえマジ怖えよ。マジ怖えーよ。ほら、ほら、ほら。えっと、ありがとうございます。本当。<laughs> いや二回目。 あのナルオさん来ちゃってこれ通報したらなんか全然違うじゃん返信中なのに通報したら自分の色になるの知らなくてエビノさんそれやっちゃったのかな完全にやっちゃってます返信中セルス通報しちゃった,かったっだからだから見ててあの左エンパさん通報になってるから <laughs> やかやべやべ